はい、えー、ゲームコレクターの酒館です。<laughs> 本日は2020年10月22日、作家学院ゲームコレクター部スタートです。えー、チャンネル登録よろしくお願いします。まだえー、と概要欄にね僕が関わっているキンドル本へのリンクがありますので、えー、ご興味のある方、もしくは僕のコレクター活動にご協力、ご協力ご支援いただける方は、ぜひキンドル本読んでみてください。あと、お仕事の連絡が、ね、いつでもお待ちしております。ということで。 えっと本日の予定は、えー、っと <laughs> いつも通り 3DO の話をね最初にしてその後レトロフリークチャレンジっていうことでスパルタン X でまあ時間があれば質問箱やって最後に本日の記念日ゲームという流れでいく予定なんですがなんかふわっちのね配信ってあのー、なんだ予告というか予約というかね何時頃にこれを やりますみたいなあの当然僕もツイッターでねこの25時の直前ぐらいに一応「25時から」っていうツイートだけしとくんですけどそこに多分こう貼り付いてるのが「まあ、予定」って書かれてるんですけど「今日の予定」のやつでね「本日の記念日ゲーム」って、まあ、いつもそこはね読めるようになってるんだけど伏せ字になってるんですよ。伏せ字というか,か,かあの書いたんだけど消されてるんですよね。 で何かっていうと、あの、ふわっちって結構ね、その、なんか禁止用語のチェック、NG ワードのチェックがあるみたいで、なんか勝手に変えられてるんですよね。以前もね、あのゲームソフトで、あの、何々殺人事件っていう、あるじゃないですか。あの、殺すっていう字がね、どうも、あの、NG ワードらしくて、あの、殺すがね、隠れてました。<laughs> で、まあ、うーん、まあ、なんだろう、そういうピンポイントにね、 そのワード一つを隠すっていうのはすごいなぁと思ってあの NG ワードって結構いろんなところで使われててまあテレビゲームなんかねあのー、で名前入力の時によくあのほら SEX 的なのあるじゃないですか。 ああいうのをまあ、カタカナとかでねこう名前入れようとするとは弾、ねね、くみたいなのをよく僕も子供向けのゲームを作ってる時とかにねあのちょっと NG ワードを入れてよって言ってあの NG ワード難しいのがあれはもう決め打ちだからこれとこれとこれは入るけどこれは入らないみたいなね <laughs> そういうのが出てくるんでまあ、その線引きどこですんのみたいな話になったりとかねまあ当然そこの それのためにこう処理を入れてるからねまあ面倒になるっていうのもあるんだけどただ殺すっていうねあの殺人事件の「殺」の字だけでねこう決して殺さないもあるじゃないですかだからでまあなんだろうなこう単語と例えば多分必殺技みたいなのって全然殺すの意味ないと思うんですよね。 まあ必ず殺す技なんだけどあの必殺技っていうのはい、一般単語になってて多分ねその殺すの意味はないと思うんですよただあなたの得意得意なこと何って聞かれてるようなもんでしょうだけども多分ねこのフワッチで配信やるときに入れるとあの必なんだか技っていうねあのことになるんだと思うんです、まあ、今日のやつはあの,あのアルファベット3文字の並びがあの全部 全部戦火なんかに、あのー、変換されてたんでああそのワードもダメなのか、まあ、まあそれはね完全に露骨にアレなのでまあそれはあのー、29分ぐらいをで確認してください。ということでえー、っと今日のね 3DO の話ですが、えー、っと1995年の3月10日に発売された「えー、っと七子と秀棒漢字の天才1」。 ブブシュ編、シュの名前が楽しい超記憶法というねタイトルですまああの 3DO っていうのはほらマルチメディア機なんでゲーム機って言ってるまあサターンやプレステに比べるとちょっとこのねゲームじゃない方がね結構多いんですよゲームの方もあるんだけどゲームじゃない方が多いんですまあプレステだとほら音楽ソフトとか一部あったりとかサターンだと何だろうな まあでも似たようなもんかなんだけどもその 3DO は割とこういう教育系のものまでもはこうま,まあ基本これあれなんですよ正直あの大理人とか工事園でここら辺拾ってなければ正直みんなこれを 3DO のタイトルというか気がつかないままでルーしてたんですけど残念ながらみんなああいう本でねこう勉強してああこういうの出てるんだって分かってしまったせいでこう ね、あのコンプリートを目指すようなコレクターさんたちはみ,みんな苦労させられるわけですよ。<laughs> はい。まあ,あの正直漢字のてまあプレステとかでもね教育用のソフトとかあるんだけど正直これはねゲーム要素はほぼないですね。まああの問題を解くようなモードはあるんですよ。あのー であと、その、なんだろう、マルチメディアタイトルでよくあるような、まあ、いろいろこう説明があって、これは何って聞かれたらちょっと入れるぐらいのね、やつはあるんですけど、まあ、それをゲームと呼ぶかというと、ちょっと微妙な感じで、まあ、完全に、あの、教、うーん、教科書の、あの、例題。 まあ漢字だととちょっと難しいです数学だと分かりやすい3月だと分かりやすいんだけど、まあ、例題があってその解き方とかをこう順番にさ解説してるやつとかをさの穴,穴を埋めていくような感じですよ。まあ、漢字もそうですよねだから説明の中で「まあ、ここはどう?」って聞かれて何個か答えるとこあるけどまあそれでこうざっくりとね武首を勉強するっていう感じなんですけどね。で、まあ、例題的なものをちょっとクリアする。 解くとまあ終わりみたいなな感じなんですけどあ違うか練習問題が別モードであるのかな。まあそんな感じでね割とあっさり風味30分もあればね全部読み終えちゃうみたいなそういうタイトルだったりします。はい。ねまあここに書いてあるんだけどね内容が。未来派漫画ストーリーソフト。まあちょっと大げさだよねこれ。漢字の天才。日本 PTA 全国協議会推薦コンビが送る漫画「熟太郎」。 漫画塾太郎かな。で、小田、え、えつ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 望というのが何でなだう。読み方はちょっとわかんないけど。ただこれ、ちょっと、ちょっと疑問なんですよね。日本 PTA 全国協議会推薦コンビが送るって、誰が、本当に日本 PTA 全国協議会っていうのが、この2人をコン推薦しているかどうかよくわかんないんだよね、これ。で、えっ、ー、と、のじ、のじ、のじ辺のののじね。のじは、 ののプラスだからのディフェンサー漢字も部首も絵文字なので絵文字なのラッキーラッキョラッキ何だろうな変な語尾だな、まあ、いいや先生ごめんねこんなに楽に覚えちゃった。 漢字ぶっちり超記憶法。出た、これが天才製造ソフトだってことで、まあ、あんまりこう、真面目な欠片もないね、裏,も裏の文章ね。<laughs> いや、教育に走るならもっと真面目にやった方がいいし、親しみを込めて書くにしては、もう少し日本語をこう砕けるにも砕けるなりの、こう、書き方ってあるだろうって、ね、ちょっと思ってしまう、まあ、学マンのソフトですと。まあ、そんな感じですね。まあ、あの <laughs>、あと2日間ね、これ。 算数の天才かな計算の天才だったかなまあいいや、それが2、2日かなと続くと思います。ということでね、3DO のタイトルね、どんなタイトルが出てるかとかね、えーと、まあ、簡単なスクリーンショットぐらいだったら、あのこのゲームコレクター作家のアンコンプリート 3DO の方にね、掲載されてますので、よろしくお願いします。さて、えっ、ー、と、レトロフリークチャレンジというとことでね、まあ、スパルタン X です。はい。 スパルタン X は1985年の6月21日に発売されてるので、えー、と今年35周年の,あの年ですねあの一応ですねこのスパルタン X ぐらいから割と任天堂のソフトの発売ペースが落ちてきてるかなだからスパルタン X とちょっとレッキングクルーが大体似たき 時期なんですよであれで9月の「スーパーマリオ」かなで11月の、まあ「マッハライダー」っていう流れで,でその後、ね、あのディスクシステムに移行して2年ぐらいねあのカセットの発売が任天堂の新作カセットの発売がないって流れってな,なるんで、まあ、実はその流れの中で、ね、割とこう 1985年のタイトルだけども、一回、こう、ニンテンドーがスパッとカセットをやめる時期の、ね、直前ぐらいの感覚なんですよ。まあ、半年前だけどね。まあ、ハライダーからすると。で、スパルタン X なんですけど、割と、こう、ファミコンから入った人からすると、あの、ニンテンドーのタイトルっていうね、イメージが、まあ、強いと思うんですけど、アーケードのゲームやってる人からすると、ニンテンドーじゃないだろうっていうね、感覚が強いタイトルで、実際のところ、あのー、 えっと、ここに、えー、っと、あ、これ違うな。コピーライト。ここね、コピーライトにはね、アイレム1985、四ニンテンドー1985って入ってるんですよね。だから、これアーケードタイトルとしてはアイレムが出してるんですよ。これ珍しいんですよね、結構。ニンテンドーの初期のタイトルの中で、こう、他社のタイトルの、こう、移植タイトルを出してるっていうのがね。まあ、そ,そもそもこの時期にまだアイレムが、 参入してるのかな <laughs> あのー、えっ、ー、とアイレムはこの年85年にはジッピーレースとテンヤードファイト出してるんですよねうんだからまあ参入はしてるんだけど、まあ、順番逆かテンヤードファイト先かなまあいいやでその後スパルタン X あじゃあじゃあのスペランカーですねでそういう流れになってるんでまあある意味こう もう参入、参入というか開発してる時期だと思うんですよね。これで出てる、発売されてる時期。ただ、これはちょっと微妙にね、あのまあ、裏のことは知らないですよ。だから、まあ、スパルタ X をアイルムがこう出そうとして、ァミ込みに作ってたのか、 まあ、任天堂まあ例えば声かける可能性もありますよねあのほら「スーパーチャイニーズ」ってあのカルチャーブレーンのタイトルあれでなんかあっナムコがなんかいろんな会社に声かけたらなんかカルチャーブレーンがこんなのありますよって言ったらこれうちで出しましょうみたいに言ったっていうね逸話があったりするんで <laughs> あのその辺のねこう政治関係とかは分かんないけどただ、まあ、いずれにしてもアーケードからねゲームに入ってる人からするとあれなんで任天堂から出てんだろうってちょっと不思議なに思うようなタイトルだ あったりします、はい、でらにねちょっと上乗せしてもう一個あるのがねここにね書いてある言葉これ何が書いてあるかっていうと「えー、と商標スパルタン X はポニーの、えー、許諾により使用しています」ってあるんですよ。これ何かっていうとあのスパルタン X っていう商品ねテレビゲームっていう商品の商標はどうやら MSX 版のスパルタン X を出してる ポニーが持ってたみたみいなんですよね、うん、まあそれでそのファミコンで出すにもどうもこれはあの権利上抵触してたんでしょうね多分よく分かんないけど任天堂も割とこう権利に対しては結構こうがっちりやってくる会社なんでまあその辺をちゃんと気にしてまあこういうのが入っているとまあそういうとこですね。た,ただ まあ、まあある意味ねスパルタン X で許可取ってるからこのなんかちょっとジャッキーテンっぽい顔のねあのキャラクターの映画ここに使ってても問題ないんだろうけどもただこれ映画の権利とするとねもっと微妙なんですよねあのスパルタン X って映画多分見たことある人いると思うんですけど ゲームと全然内容違うんですよあのゲームではなんかこの五重の塔みたいな、まあ、ちょっと横に長い、長いから長くこういう風にいくから、まあ、塔なのか何なのか分かんないけど、まあ、なんだろうなちょっと技術が進むとこう、ま円、あ、形にしちゃうかもしれないけど、あ、でもナイフ投げるか。ナイフ投げてまっすぐ飛ぶから、まあ、直線だ。という考えるとが学校みたいな、学校の廊下みたいな作りなんですかね。 あのほら廊下1本あって教室がずっと並んでるイメージじゃないですかあの結構小学校とかの、ね、イメージだ多分そうやってこう行って上上って,ってまああのある意味あれか船でもいいのかなあこんばんはあのミシシッピー殺人事件なんかもねあのこうなんだろう 向こう側に進むと逆側になるけど2面しかないですよねあの通路としてはスパルタン X はだからこうビルとして見るとすごいこう薄いビルなんですよねまあ部屋がないビルっていうのは考えられるのかわかんないけど、まあ、ずーっと行ってまっすぐの5階で,で最後ミスター X でしょであのスパルタン X ってやっぱり小学校の頃なんですよ僕の感覚では。 でまあ、アーケードでもやってたんで結構得意なつもりでいたんですけどあのスパルタン X ってあの、まあ、テレビゲームに関して言うとその,あのガ,チャガチャプレイが大事だったんですよね。まあ、要はその敵がこう近づいてきてある程度近づくと脱出しきになるんですよ。で脱出しかれるとその体力が落ちるからレバーをガチャガチャガチャってやって。 振り払うんでですよでこれはね「あのテンヤード・ファイト」っていうあのアメフトのゲームがあるんですけどあれもこうガチャガチャってやるんですけどあれもアーケードでね僕はよく当時遊んでたんですけどあれはあれこそもうガチャガチャガチャってやって、まあ、大体3回しかねあれはあっちは避けられないんですけどあの買わせないんですけど。 スパルタ X クスはね3人とかいってるとすぐ死んじゃうんで何人でも行けるんだけどあのい,わいずれにしてもレバーだからガチャプレイができて十字ボタンだとガチャガチャガチャってすごいやりにくいんですよ。っていうのがまああのなんだろう,こうアーケードプレイしてて得意になってファミコば版やるとあの割とこう簡単に瞬殺されるというかね。 そういうようなことを思った記憶がありますまあ、それでもね子供の頃はねそれでもなんとなく対応できたんですよまああえて言うとその4階のボス4階かな妖術使いのボスねあのこう火の玉みたいなのをこう投げてくるやつねあれがちょっと厄介でしたよね1階が棒使いでしょう。こう棒使いはねはっきり言ってあのちょっと離れててまあ。 なんだろう飛び蹴りで近づいて離れてとかねあとあ飛び蹴りで近づいてであれか下足払いかなんかでもいいんですけどまあ、そんな感じで倒せるしブーメランのやつはこの上か下からんでちょっと離れてる時に投げられた逆側で避けて一気に詰めるっていうのができるからまあ楽でで大男はたいあの。 なんだろうキックだけ気にすればいいからジャンプ蹴りからこう着地して足払いとかね大体そんな感じであテ10ヤードファイトでファミコン買いましたあそうなんですか10ヤードファイトっていうかあれですよねあの、えー、アーケードの10ヤードファイトって結構このよりっていうかキャラがでかかったじゃないですかでファミコン版ってこうだいぶこうなんだろうあの ななんだろうなこうスクロール横のスクロールがないっていうかなんかすごいちっちゃくなってた印象なんですよね。<laughs> あのまあ頑張って移植されたのかなって感じがするけどだいぶ違うものになったなっていうイメージがあったりします僕の中では。で、まあ、まあスパルタン X なんですけどスパルタン X に関して言うとその。 ああ大がっかり <laughs> まあそうなんですよね僕もあの実はだからテ0ヤードファイトは当時本当アーケードでもうしょっちゅうやっててあのスーパーリーグかなあの一番最後のところまでいってに25秒とかね20秒とかでこうクリアしなきゃいけないところぐらいまでやってましたけどまあまあいいや <laughs> でスパルタン X は結局そのまあ妖術使いがねこうどこに投げるかわからないんであれに対してねよける 反射神経がね、昔はあったんですけど今は全くなくて今回プレイしててああって、ね、だいぶあそこであの引っかかってましたね逆にあの5回の Mr.X は大丈夫だったりあとあれだあのそもそもザコザコに勝てなくなってるというねアクションゲーム苦手になるとこうなるんだっていうねこう老い,いをね感じるプレイでした今回はであの 映画の「スパルタン X」はなんかこうなんだろうなこういう服装じゃないんですよねそもそもまあこういう建物とかないし確かあのまあそもそもあれどこだったかなイタリアだったかな舞台スペインだったかななんかあのヨーロッパなんですよね舞台がでシルビアまあシルビアっていうのもまあ完全にあの西洋の方の方だったはずだし で、あとなんか最後の乱闘シーンとか結構激しいんだけど、確かあのユンピョーとサモハンティンポと三人でこうガチャガチャ戦ってるような感じだったような気がするんですよね。まあ、ともかくね、こうゲームのせいでスパルターン X っていうのはこういうこういう映画だっていう思われているとしたら、ちょっとこう不本意なところのあるね可哀そうなこうタイトルなんですよね。あの。 映画のゲーム化っていうとやっぱりこの時期この時期っていうかファミコンの時代って結構厳しいのが多かったですよねあの難しいとかあのつまらないとかそういう厳しいじゃなくてあの映画判権映画を見てるっていう前提でプレイするとこうどうやってもこつながらないものっていうのがね結構あってまあ、スパルタクスはその典型例だと思うんですよねただこの 映画を見た人は多分ゲームやってないしゲームやってる人は映画見てないしでこれでどうにかね墨分けがができてるみたいな感覚があります。まあこれ同じようにねあのグーニーズも同じですよねあのグーニーズっていうゲームを見ててあのみんなあのマイキーっていうね主人公がこう子供たちを助けに行くゲームみたいな感覚でいるじゃないですか。 でもあれ取説見るとプレイヤーとしか書いてないんですよね。マイキーって書いてないんですよ。ただ、あれをこのコナミワイワイワールドのをプレイすると、そのグーニーズファミコン版グーニーズの主人公っぽいキャラクターが出てきて、それにマイキーって名前がついてるんですけど、グーニーズの方の取説見るとプレイヤーとしか書いてないんですよね？ で逆にあのグーニーズを助けろみたいなことが書かれててで6ステージあってねで、まあ、5ステージ目まではあの子供を助けるんですよだ多分その子供たちがグーニーズなんですよで6人目にね女の子がいてこれ誰なんだろうってことになっててちょっとそこがねあの論争ポイントだと思いますなぜ、まあ、こういうことを言ってるかっていうとそのあのグーニーズってあのマイキー含めて子供たち4人組があの グーニーニズなんですよただ最終的にっていうかわちゃわちゃこうね一緒に行動してる中で確か,確か僕の、A、映画の時の記憶ではお兄さんとお兄さんの彼女かなんかがいてあとマイキーたち4人とあともう一人女の子がいたのかな。なんかそういう構成なのでそのマイキーが5人の男の子たちと女の子を助けるようになると。 この5人の男の子たちの中にあのマイキーより背のちっちゃい、ね、男の子たちの中にマイキーのお兄さんがいるのっていうことになってでそもそもマイキーのお兄さんの彼女がいるからこの,あのマイキーと同じサイズの最後に助ける女の子がでもこれマイキーのお兄さんの彼女だとしたらちょっとおかしなことになるなみたいな感じになるんですよであの映画の中の最後のシーンでこうなんか 海賊船かなんかがねこう出ていくシーンをみんなで見てるようなあのシルエットがあるんですけどあれえー、っとファミコン版ではね同じようにそうシルエット作ってやってるんですけどあれあのそもそもほらあのブラッフラッテリーだっけフラッテリー一族のなんかあの兄弟の一番下の子がなんかちょっとあのー なんかいじめられてるじゃないけど、ちょっと怪物的な扱いの子が最後グーニーズたちの仲間になるんですよねでそのでかい飛行を含めてのこうシルエットなはずなんですよ映画のね映画のパスポスターとかパンフレットにあるシルエットは。なんだけどもそのゲームの方の、ね、エンディングだとなんとなくマイキーがそのでかいキャラになってるっぽいようなねイメージがあってうんまあいろいろオリジナルがあるなみたいなね。 とかあったりまあ、あといつも例題に出すのがあのス,、えー、とスイートホームねあのよく「バイオハザード」の元になったって言われるカプコンさんのねスイートホームなんかもあの映画だと、まあ、当然こう、ね、ホラー映画で館から出てくる話なんでまあ、生き残りの人数が確定してるわけですよ死ぬ人とね生き残る人はははでででももゲームの中ではあれううみんなでこうね共同 みんなでこうなんか3人と2人とかにパーティー分かれていろいろ道具を持ち寄りながらこう攻めてって攻めてってまあいいやでな途中で閉じ込められたりするとまあ、そ,その立場見捨てていくからまあ何人でクリアできたかでこうあのエンディングが変わるとかまあいろいろあるんですけどまあ最終的に5人が助かるパターンもあるっていう感じでねだからだいぶ変わってるんですけどまあそうやってこう。 割とこ映画のコンテンツから借りてるんだけどもまあ権利も取ってるんだけどもゲームと映画がつながらない実際情報を見てみるとだいぶ違うっていうのがまああるんだけどまあファミコンだとそのスタートがあのスパルタン X なのかなというところですはいあとあれだあのメジャーリーグねあのファミコンのメジャーリーグっていうのはあれアイレムから出てるのかな であのメジャーリーグっていう映画だから当然メジャーリーグをモチーフにしてるじゃないですか。であのだからチームチームがあの映画のねメジャーリーグのチームが出てるような気がする気がするというかまあそうなんだけど6球団ぐらいがねどうもメジャーリーグっていうかその映画モチーフのチームだと思うんですよ。ちょっと僕も映画のキャラクターは全部覚えてないから とりあえず6チームが、ね、メジャーリーグのチームなのは把握できてるんですよ。ただね残りの6チームがねあのどうも日本のねあのプロ野球のチームっぽいんですよ。<laughs> っていうことでね割と、まあ、まあ当時だとあの、まあ、野球ゲームっていうと割とこうあの日本のプロ野球チームをモチーフにした別物のねあのキャラクターとかなんで、まあ、そういう扱いなんですけどまあそれにしてもねちょっと <laughs>。 いやでも名前変えるにしても全部メジャーリーグから持ってこようよみたいな感じでね。まあそんな感じで割とこうファミコン時代の映画モチーフゲームっていうのは割とこうあの映画を見てあじゃあゲームを見プレイしていずれ映画見てみようって思うとこう全然違うっていうようなものが多いです。はい。であともう一個ねこのここで、まあ、さっきも触れた、えー、と商標 えとスパルタ X は株式会社ポニーの許諾により使用していますっていうこのポニーなんですけどあのよくファミコンのね初期のね「オニャンコタウン」とかねえっ、ー、となんだろう「ルナーボール」とかね、まあ、あの辺のタイトルなんですけどあの、まあまあ、そのあ後ウルティマぐらいになると多分ポニーキャニオンになってると思うんですけどこの時代はまだポニーなんですよね。 そのル,ナーボールとか出してた時期その後こうキャニオンさんとねポニーさんがねこう合併してポニーキャニオンになるっていうねまあそういうところの、まあ、ポニーですでだからあのポニーキャニオンもキャニオンも多分フジテレビ系のグループだったと思うんですけども、まあ、まあ音楽系のねことをやってる中でゲームに参入してたのがポニー。 ポ,ポニカブランドかなんかでポニーが参入しててまあそれで MSX のゲームはスパルタン X はえっとポ,ニカがだポニーが出してたってまあそういうような流れがねここにあったりしますはいという感じかなまあまあまあいずれにしてもねスパルタン X をそのほら 当時の子ども向けのねあの漫画でね何か24周するとなんかあのし最後シルビアが立ってたあのシルビアとのバトルになるみたいなね何かうそテクじゃないんだけどその漫画で嘘エピソードが、ね、あったりして結構話題になったんですけど、まあ、そもそも今の実力ではね一周するのが限界っていう <laughs> 悲しいね老いを見た今回のプレイでした。はい ということでね、えー、っと、で、どうしようかな。あ、そうそうそう。だから、えー、っと、本日の記念日ゲームなんですけども、まあ、ちょっとさっき伏せ字にしてたっていうか、ふわっちのね、配信のスケジュールだと伏せ字になってしまった3文字なんですけど、まあ、LSD です。えー、っと、1998年の10月22日に発売された LSD なんですけども、ふわっちの、あの、配信予定とかのところに書き込むと、あの、全部伏せ字になります。 まあどうも LSD 自体があの NG ワードらしいです。でも LSD といってもこれはあのゲームなんで <laughs> あの特にあのなんかこう何かをこうなんだろうな体に取り入れたりするという意味ではまあ目からねメ目とか耳から情報入るんですけども基本的にはまあであとあのなんだろうなこうだいぶだいぶ大変なゲームです <laughs>。はいあのなんか。 夢の中のねまあ夢,夢をモチーフにしてるねドリームエミュレーターって書いてあるけどまあそういうことであの毎回ね入るたびに違うものが遊べるみたいな感じなんだけど割とこうあのぶっ飛んでるというか大変な世界観でまあどうしたものかなという感じであのまあ正直何回も試みてみたんだけど あの理解ができない、未だまだに理解ができないゲームだったりします。多分あのバーチャルあのあの、パッケージ化をするとちょっとプレミアついてる可能性あるんですけど、多分バーチャルコンソールじゃ、えーと、ゲームアーカイブスで出てると思うので、ね、そっちを、ね、チェックしてみるとよろしいかと思います。ということで、ね、本日はこの辺りにしようかと思います。以上、作艦でした。おやすみなさい。